はい、始まりましたコネク TV。 今回は DeFi 最前線をお送りいたします。本日のテーマは DeFi レンティングとなります。特別講師としてカイバーネットワークジャパンマネージャーホリーさんこと堀次大輔さんにお越しいただいております。ホリーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はどういったトピックになりますか？今日はですね、仮想通貨、暗号資産を、保有している方、このね、チャンネルを見ている方で多いと思いますので、そういった方に、この DeFi ですね、分散型金融の、仮想通貨を、運用する方法ですね、分散型金融という DeFi アプリケーションというものを使ってですね、運用する方法をご紹介したいなと思います。で、本日は、一番簡単な、方法の一つである、レンディングというのに、絞って、レンディングで貸して、金利をね、得ることで運用していこうというのを紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。それでは、ホリーさん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。本日は DeFi レンディングを皆さんに、やったことがないっていう人を主に想定しながら、紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。本日は、DeFi レンディングって、どんなものかとか、DeFi 自体のね、概念を、簡単に説明しながら、実際にステーブルコインを、預けて、運用してみると。いうところまで、画面に沿って説明していきたいなと思うので、なるべく、初めて使うという人にも、分かりやすくやっていきたいなと思います。で、その次にはもちろん、リスクがあったりとかっていうのは当然、ありますからね。銀行とはちょっと違う部分で、自己責任の部分も多いので、利益もあるんですけれども、自己責任で、お金を失う部分も多いので、そういったリスクの部分も、しっかりと説明していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、最後、ちょっと皆さんが気になりそうな、よくある質問というのを説明して、終わります。これを見た後に、しっかりと、自分でチャレンジ、できるよっていう人が増えるようにしたいなと思いますので、よろしくお願いします。でですね、最初の自己紹介ですけれども、ご紹介いただきましたけど、カイバーネットワークの、カイバーネットワークっていう、DeFi ですね、本日勉強するような分散型金融の DeFi プロトコルと言われる、システムを、開発しているチームに、シンガポールにカイバーネットワークというチームがあるんですけれども、そこの、ジャパンマネージャーとして、活動してます。日本でだから、様々なこういったメディアの方とか、テレビの方とか、いろいろお話をしながら、お仕事するというのが、僕の役割です。他にも、あとはね、DeFi 協会ですね。ジャパン DeFi アソシエーションとか、そういったところのアドバイザーをやったりとか、あとは DeFi 分散型金融について皆さんに知ってもらうために、優しい DeFi っていう、勉強コミュニティを、開催したりとか、不定期ですけどね、してますので、そういった形で、いろいろ勉強しようっていう人が増えてくれればなと思ってます。で、DeFi って、聞いたことあるっていう人が多いと思うんですけど、主にはイーサリアムですね、一番有名な、スマートコントラクト DeFi が、できるようなプラットフォームなんですけど、ここの中でもたくさん、既存金融と同じような、複雑な金融取引というものが、ほぼほぼ、ブロックチェーンを使って実現、されています。されてます。で、その中でも、たくさん難しい、トレードとか、複雑な金融商品というのはたくさんあるので、そういったところには今回触れずに一番簡単というか、一番親しみやすいような、金融にそんなに詳しくなくても分かりやすいのはこのレンディングの部分というところを、フォーカスして説明していきますのでよろしくお願いします。今回は DeFi レンディングですね。他にもたくさんありますので、慣れた方は、どんどん勉強していってほしいなと思います。ではですね、簡単に、簡単にまず話をします。まずレンディングっていうところですね。DeFi とか関係なく、レンディングって、よく言われることがありますけれども、何ですかというと、事例で話すと銀行をイメージすると分かりやすいと思います。レンディングって何ですかっていうと、お金を貸して、金利を稼ぎましょうということですね。よくあるのは、銀行貸し方ですけど、例えば貸してですね、我々は銀行口座に何百万円とか何十万円でもいいですけど、何万円でも、銀行口座に、お金を入れてるわけですよね。で、これは厳密に言えば、例えば100万円だったとしたら、これは銀行口座にお金を入れてるということで、銀行に貸してるということと、同じですよね。最後の、年の最後とか、そういう区切りのいいところで、年の 0.何%とか、本当に微々たるものですけれども、利息っていうものが、微妙に振り込まれてたりするということですね。じゃあ銀行はたくさんの人たちから預金を口座としてね、預金を集めて何をしてるかっていうと、企業かもしれませんしね、中小企業とか、あとは、個人であっても住宅ローンを組みたいという人かもしれませんし、お金を借りたいという人が反対側にいるわけですね。お金を借りたいという人に対して貸し付けを行っているわけですね。年 1% かもしれませんし、そこは条件によるでしょう。こういったところで貸してるわけですね。で、だから向こう側には借り手がいると。で、借り手としては、例えば年 1% で借りてたとしたら、100万円をね、年 1% で借りたとしたら、例えば年、1年後には101万円を返すというような計算になりますよね。こういったところで、金利を稼いで、ビジネスをしているのは銀行である。
で、当然、そういって、借りてたわけですからね、我々銀行口座を持っている人に対して、銀行はちゃんと、引き出して、引き出させてくださいという時には、ちゃんと銀行口座から、ATM とかでもそうですし、お金が引き出せますよね。まあ、お金を返してくれるわけですね。まあ、そういった時で、利息が、年の最後とかについたりしますけど、まあ、そこの差額を稼いでるというのが、まあ、銀行のビジネスです。ということで、まあ、私たちは銀行に、銀行口座を持っている時点で、まあ、レンディングをしていると。レンディングをして 0.0 何パーセントとかを、稼いでるっていうことに、なるわけですね。で、DeFi における今回やるレンディングも、まあ、ほぼほぼ同じです。ただ単に銀行というものが、ブロックチェーンを使うの、パブリックブロックチェーンを使うので、スマートコントラクトというものに、そういうプロトコル、プログラムに変わります。というところが、まあ、一番わかりやすい大きな違いだと思います。同じですね。本当に流れとしては同じです。100万円分の、まあ、ブロックチェーンを使うので、日本円とか法定通貨を使うことはできませんから、だいたいステーブルコインという仮想通貨、に、仮想通貨ですかね。そうですね。変えて、運用するわけですね。例えば、ステーブルコインを年 5% で貸しますよ、というのを、ユーザーが100万円分のステーブルコインを貸しましたと。したときに、まあ、間にあるスマートコントラクトというものを介してですね、他のステーブルコインを借りたいですという人が、借りますと。また、例えば年 5% で貸し出したとしたら、借りたいという人は年 8% 払うから貸してくださいというふうになるわけですね。で、その、そのまま、例えば1年後に返したとしたら、108万円分が返ってくることになりますし、反対側には、貸した人は、返してくださいよというときに、しっかり 5%、1年後だったら、5% の金利がついて、返ってくるよというような流れになります。本当に簡単ですので、シンプル。銀行でやってることと同じです。ただ単に間がスマートコントラクトに変わったよとか、お金のやり取りが円とかドルだったのが仮想通貨に変わったよというふうなイメージを持っていただければいいでしょう。で、このディファレンディング、まあ普通のレンディングとディファレンディング何が違うのかっていうと、まあ大きな違い、わかりやすい違いは、まあ金利が高くなります、当然。先ほどの図でも、まあ年 5% で貸しますとか、銀行口座を持っていて、中央銀行とかメガバンとか、銀行口座で、まあ年 5% 返ってくるっていうことって、まあほぼほぼないわけですよね。まあしかしディファレンディングの場合は、まあ、5%、まあ、少なくとも 3% ぐらい。今のところ、まあ安定してつくことがあるわけです。まあ、場合によったら 10% ぐらいつきましたっていう、そういう期間もあるかもしれません。これはまあなぜかっていうと、まあ銀行ではなくスマートコントラクトでやるということで、まあ、銀行だと建物とか人件費とかたくさんかかりますけど、まあスマートコントラクトなので、まあそういったところはかからないと。まあ仲介に関するコストというものが、まあ少ないということがまあ挙げられるし、だから高金利っていうことがありますよね。あとは、例えば、本人確認が不要です。当然、銀行とかだと、口座開設するときに、しっかりと、住所とか、氏名とかもちろんですけど、まあ、誰が銀行口座を開設しますかというものを、まあ、KYC というやつですね。しっかりと把握した上でのサービス提供になりますけれども、ディファレンディングの場合は、そういったことは全く関係ありません。国境も関係がないですし、あなたの年齢も関係がないですし、資産状況とか、経歴とか、そういったこと一切関係なく、ただ単に仮想通貨を持っていれば運用できますよということが、可能なんですね。それが大きな特徴です。まあそういったグローバルな市場で、レンディングマーケットを作っていくわけなので、まあゆえに利用者も、たくさんの、制限なく入ってくるわけなので、借りたいという人が多くなったりして、まあ高金利が実現されたりとかをしているということですね。あとは管理権限を、手放す必要がないというのはありますね。レンディング、仮想通貨のレンディングとかだったら、ブロックファイとか、まあ、有名な仮想通貨レンディングのサービスを提供しているところが結構あるんですけど、まあ、でもそれって、ブロックファイのところに、仮想通貨を手渡しましたということで、例えばブロックファイが、まあ、もちろんハッキングされたっていうのもあるでしょうし、悪意を持って、まあ、社員が持ち逃げしましたとか、ということが起こった場合、まあ、ユーザーとしては、まあ、何もすることができません。完全にその仮想通貨を管理しますという鍵は、そういった企業にありますよというところで、まあ、便利なんですけれども、まあ少しのデメリットを感じる部分もある。まあディファイレンディングだからハッキングされないというわけではないんですけれども、まあそういったところの管理権限をしっかりとユーザーが把握できるというところは多くの特徴になっています。ではですね、まあ簡単なシステムというか仕組み概要を説明したので、まあ一番早いのは画面を見ながらどうやってやるのかっていうのをやってほしいという人が多いと思うので、まあ早速やっていきたいなと思います。最も有名なですね、今回はディファイレンディングで最も有名なコンパウンドっていう聞いたことがある人もいるかもしれません。コンパウンドという DeFi プロトコルを使って、ステーブルコインの金利をちょっと稼いでいこうというのが、今回の目的になりますので、見てください。ね、ここのですね、compound.finance という URL、まあ、しっかり URL はチェックしてください。ここのサイトに行きますと、
コンパクトのね、そういう DeFi プロトコルにアクセスができるわけです。で、今回大事なところですね。ここの一番上のマーケットというところを見てみましょう。どんなレンディングマーケットがあるのでしょうかというのが分かるようになっています。で、ここで大体、コンパウンドプロトコルにはこれぐらいのお金が、集まってて、これぐらい借りられていますよとかっていう、スタッツが見えるわけですね。で、今回どうしようかなというふうに、いろんな、まあ仮想通貨一種類じゃないですから、たくさんありますよね。で、どの通貨を貸すかっていうことで、まあ金、どれぐらい金利を貸せるかっていうところで大きな違いが出てくるんですけど、ここのですね、サプライ APY というところを見てみてください。サプライ APY というところを見ると、例えばイーサーですね、イーサリアムを貸すと年間でですね、だいたい 0.11% ぐらいつきますよというのがわかります。ステーブルコインの DAI というステーブルコイン、ドル建てのステーブルコインですね。このコインだと貸してくれたら年間 2.57% ぐらいつきますからねということを教えてくれています。USDC という違うステーブルコインだったら 2.31% とか、まあ、たくさんの仮想通貨があります。で、ね、今回はですね、ステーブルコインの DAI というものを貸してみましょうというのを、やってみます。まあ、なぜステーブルコインを貸すかというと、見ていただいたらわかる通り、ステーブルコインの金利が割と、比較的高く設定されています。これはなぜかというと、ステーブルコインを借りたいですよという人がたくさんいるので、ステーブルコインを貸すということに対する需要が非常に高いんですよね。なので、シンプルにトレードとかではなく、貸し付けて、利息を稼ぎたいなという、まあ、ゆったりした運用をしたいな、まあ、確実な運用をしたいなという人は、ステーブルコインに変えて、運用するというのが、まあ、一番、いい方法かなと思います。もちろん、値上がりの期待はできませんけれども、値下がりのリスクもありませんし、金利も高いよというところで、まあ、初心者ですとか、初めてやってみますという方にはおすすめです。詳しくね、見てみると、詳しく見たい場合はですね、ここを押してみてみますね。例えば本日は DAI というステーブルコインを運用してみますけれども、DAI のところのページに行くと、ここが DAI ですね。ここの数字を見てみましょう。先ほどと同じようにサプライ APY が 2.57%。だいたい年間に 2.57% ぐらいつきます。まあ、銀行に預けていくよりかは、まあ、まだいい数字が出ているということですね。そしてこちらの数字ですね。ディストリビューション APY というのがあります。0.86%。これは今だけの話なんですけど、あと1、2年から2年ぐらいだと思います。コンパウンドプロトコルというプロトコルは、コンプトークンという自社トークンを発行しているんですね。コンプトークンという自社トークンを発行していて、その自社トークンは、コンパウンドを使ってくれたユーザーの人に少しずつ配布していきましょうというような方針を持っています。なので、今、コンパウンドで預けた、まあ、コンパウンドプロトコルを使って実際に運用すると、コンプトークンも配布してもらえます。なので、そのコンプトークンの配布ペースを考えると、それだけで 0.86% ぐらいありますよというのが書かれています。なので、普通のですね、貸し出し金利 2.57% に加えて、現在配られているコンプトークンの 0.86% 合わせると、ネットレート合計としてだいたい 3.43% ぐらいの、運用利益になるんじゃないですか、年間ですね。というのが、表示されています。なので現在は、まあ普通の金利がステーブルコイン、DeFi だと比較的高いということもあるんですけれども、まあコンプトークンの、分配もありますので、さらに少しいい数字が出ているということになります。で、こちらにですね、まあまたある程度読み方とか、どういう意味は、どういうことを表しているかっていうのをまた後で説明しますけど、まあたくさんこの今のコンパウンド内の大マーケットはこうなってますよといういろいろな数字が見えますので、勉強しながら何を意味するのかっていうのをまた、詳しく学んでもらえたらなと思います。ではですね、実際に、この 3.43% ですね、コンプトークンと合わせて、収益を得たいという場合どうしたらいいかと言いますと、こちらはですね、右上にアップというのがありますから、実際に貸し出しをしたい場合はこちらをクリックしてください。はい。こちらをクリックすると、実際に、コンプトークンをコンパウンドですね。コンパウンドでの、コンプトークンと、金利をしっかりと収益として得られることが、できますよということです。まず今も接続されている状態ですけれども、皆さん多分お持ちのメタマスクですね。これはいろいろやり方とかを、インストールの仕方とかはまた調べてみてください。メタマスクという仮想通貨ウォレットですね。これを使って、ここの、コンパウンドのapp.compound.finance に接続をしますと。まあ、現在接続されている状態です。この状態で、いろいろ見ていきますと、はい、今回はですね、DAI を貸し出したいなということで、ここのサプライマーケットのところの DAI
に、行ってクリックしてください。はい。ということで、ここのページに行くと、台を実際に貸し出して金利を得ることができます。やってみましょう。まずですね、ここの台のところ、我々今サプライ、ですね、しようとしているので、まあ、つまり貸し出そうとしているので、まあ、こちらのタブ、が選択されています。で、書いている通り、まあ、現在 2.60%、0.80%。先ほどと少し数字が違いますけれども、まあ、この意味をまたちょっと解説しておきます。まあ、合計で 3.4% ですね。はい。これを貸し出したい場合は、まず最初、Enable というのを、押してください。はい。こうなると、今回、まずパーミッションですね。許可というものをまず、コンパウンドプロトコルに与えなければなりません。これはつまり、代を、送信した、コンパウンドプロトコルで、扱いますよということを許可しますかという、問いが出てくるので、まあ、これは許可をしてあげてください。確認をします。そうすると、代を使ってもいいです。今からコンパウンドプロトコルに対して代を、使いますよと。代を送信したりね、しますよということの許可を与えることができます。はい。で、今ですね、ここのトランザクションがまあカンファームされましたので、これでですね、やっと代を預けることができます。代で、代を預けてですね、金利を稼ぐことができますよということです。はい。で、まあ、ガスの、先ほども、ガス代、まあ、今のガスの状況だと、イーサリアムのガス代ちょっと高いので、10ドル、20ドルぐらいは、かかったと思う。10ドル弱ぐらいかかったと思いますけれども、で、あとは混雑とかしてると、ここのエネーブルですね、許可を与えるのだけでも結構時間かかったりするので、まあそういったところはまあ注意してください。では、早速ですけど、はい。ここにですね、どれぐらいの代を貸しますかというのを、インプットすることができる。10代、つまりまあ1000円ぐらいですかねとか。まあいろいろありますけれども、まあ今、ウォレットにある、財布にある台をすべて貸しますという場合は、マックスを押しましょう。はい、マックスを押すと。まあ今、ウォレットに 202.93 台とかっていうのがありましたので、まあ大体2万円ちょっとですよね。2万円ちょっと、まあ貸し出ししてみましょう。はい、許可ももうしたので、はい。では、サプライを押してみます。では、はい、ここで、まあガス代がね、ちょっと、まあ60ぐらいかかるかもしれませんよ、とか、いう注意書きが、まあ、ここは確認してしまいましょう。OK という。ここでですね、実際にこのトランザクションのブロックチェーンで承認されるかどうかというのを、少々ですね、待ってください。気になる人はこの View on Ether Scan というのを押せば、まあ、今の状況がわかります。まあ、今、ペンディングですね。今、ブロックで、ブロックチェーンなんか取り込むまでちょっと待ってくださいよというところなので、少し待ってあげましょう。まあ、更新をすると、サクセスと出ましたので、これでですね、コンパウンドに対して、202台ぐらい、だいたい2万円ぐらいを貸し付けることができました。ここを見てみますと、はい。こちらですね、サプライバランス。まあ、今、コンパウンドプロトコルであなたは、どんな状況ですか、資産状況ですかというのを、ここで表示してくれてますので、まあ、現在はですね、サプライ、202ドル、202.95 ドル、コンパウンドのコンパウンドに対して台を貸してますよね、ということがこれでわかります。で、はい、ネット APY は先ほど言ったような、まあ、普通の、金利と、コンプトークンの分配、合わせて 3.4% ぐらい、あなたは年間で、金利を稼いでいるでしょう。というような、表示が出ています。ですね。はい、ここで、出ますよということでした。はい。で、これでですね、こっから、例えば、まあ、半年経ってかもしれませんし、もう1年、2年経ってかもしれませんし、特にこの貸し出し期間というのは、設定されていません。極端な話、10年か20年かずーっと貸し出して、ずーっと金利をもらうということもできるし、極端な話、今すぐに、さっき貸し出したところですけど、今すぐに引き出すということもできます。引き出したい場合は、ここの台をクリックして、こちらのところですね、withdraw というところですね、引き出しますというところのタブをクリックしてしまえば、いくら引き出しますかというのを選択できますよ。今202台ですね。現在のサプライ、この下の部分ですね、202台あるので、まあ、そのうちの10台を引き出しますとか。かもしれませんし、まあ、全部引き出しますという場合は、マックスを押してあげれば、202台、そのままここのビズドローを押せば、引き出すことがすぐにできますので、まあ、いつでもタイミングは、自分の、運用状況によって変えてくださいね。というのがですね、まあ、基本的な使い方です。これで現在この 3.4% ぐらいが、じわりじわりと、金利としてついていますよということです。じゃあ実際、
コンパウンド、まあ一回今、さっき202ドル貸して、まあ金利がじわじわついていきますよっていう話をしたんですけど、まあ何が起こってるかっていうのをちょっと簡単に見てみましょう。で、今、まあ僕が202台をコンパウンドに貸し出したんですけど、コンパウンドプロトコルには、まあさっきコンパウンドプロトコルで いろいろたくさんトークンがあったじゃないですか。で、そこのトークンの、各トークンですね。今僕は DAI を貸しましたけど、他イーサーを貸しますという人もいれば、まあユニスワップのユニトークン、他のいろんなトークンを貸しますという人が、まあ世界中様々なわけですよね。で、コンパウンドプロトコルは世界中のそういう人たちからの貸し出しに対して、各トークンごとに、グローバルな一つのプールを作っています。コンパウンドにも、例えば DAI プールというのがあるわけですね。僕はその DAI プール、まあたくさんの世界中の人が DAI を拠出して、まあ貸し出しているわけですけれども、そこの大きな大きな世界的な大プールの中に202ドルを貸し出しとしてデポジットしたよということです。で、じゃあ反対側にね、コンパウンドプロトコルを使ってお金を借ります、仮想通貨を借りますという人たちも、まあ世界中に様々存在するわけですね。まあ今回はちょっとこれ複雑になるので、今回は借りますという、借り入れるというところはあまり説明しませんけど、借りたいという人は、まあ仕組みとしては、まあ担保を提供してから、ここのプールからたくさん借りたいだけ借りているというような状況です。というのが、コンパウンドの大きな概要です。そして、まあ、コンパウンドを使う、まあ、DeFi レンディングを使う際に、別にレンディングじゃなくても、もう DeFi 仮想通貨全部ですね、ビットコインを使うでも何でもそうですけれども、しっかりと、まあ、注意点、まあ、一応説明しておくと、そうですね、このリカバリーフレーズですね、機密鍵とか、まあ、あなたの、このウォレットの中の資産は、あなたがコントロールできますよという、元になる、情報ですね。決して誰にも漏らしてはいけない、あなただけの情報。この管理はしっかりしてくださいよ。コンパウンドを使って、金利を稼ぎましたって言っても、それを忘れちゃいましたって言ったら、これは1億円預けてようが、10億円預けてようが、1円も返ってきませんので、これは、本当に注意してくださいね。仮想通貨の基本です。はい。あとはですね、URL に間違いないか、まあ、これも DeFi に限らずなんですけど、先ほど、コンパウンド .finance っていうところの、ページにアクセスをして、コンパウンドプロトコルを使ったわけですけど、例えばこれが、コンパウンドのこの綴りが1文字だけ、左右反対になってるとか、こうフィッシングサイトですね、詐欺的なサイトに間違えて、ここコンパウンドのサイトだと思って同じようなことをやってしまうと、ウォレットの中の資金が全部抜かれてしまうとかっていうことも、まあ全然あり得る話なので、しっかりとフィッシングサイトじゃないかなとかっていうふうに、まあ、URL をちゃんと確認をして、正しいコンパウンドのサイトでやってくださいよと。Google で検索して、広告として乗っかってるような一番上のところでコンパウンドとかってあるところにクリックするっていうのは、もう一番危ないことなので、そういったことはやめてください。あとはですね、スマートコントラクト未解決の脆弱性はありませんかということで、まあ先ほども、コンパウンドは一つの、まあ、プロトコルとして、特にその資金の管理、資金管理の権限を他社に預けたりとかっていうことをしなくていいですよと。引き出したいときはもう自分の、タイミングで引き出せたりとかっていうのは、まあ、完全に自分がね、鍵を掌握していますよという説明をしましたけど、そのプロトコル自体がハッキングされて資金が抜かれましたとかっていうのは DeFi プロトコルで、これは、よくあることです。大いにあり得ることなので、コンパウンドプロトコルはもう何年も、3、4年は、安定した、実績があって運用されているし、多くの事故もなく、監査もしっかりされているので、まあ、なかなか直ちに危険であるとは、なかなか言えないわけですけれども、稀にですね、まあ、今後、すごい大規模な脆弱性が、今まで誰も発見してないけど発見されましたということだってあり得るので、しっかりと、情報ですね、まあ、そういった、穴が見つかりました。すぐに引き出してください。引き出して資金を、退避させてくださいよとかっていうお知らせがあったりするかもしれませんが、各コンパウンドの、SNS とかを追ったりとかして、最新の情報をね、しっかりと収集しておくと、いうことがまあ重要になってくるので、まあ、DeFi プロトコルを使う際の注意点として、頭に入れてください。はい。まあ、この辺のチェックを忘れずにしてくださいね。お金が返ってこない場合もありますので、まあ、利益としては、まあ、既存金よりも、まあ、出ることが多いですけれども、まあ、その分自己責任が、ありますから、しっかりと。自己責任とかね、やってくださいね、ということでした。で、まあ、考えるべきリスクを、まあ、先ほどと、まあ、に被る部分もありますけど、まあ、DeFi レンディングに限った部分での考えるべきリスクを、説明します。まあ、先ほど言ったようなスマートコントラクトの脆弱性があったら、プールが、大プールが丸々全部ハッカーに抜かれていきましたとかっていうことも、まあ、ありえなくはないので、まあ、そういったところも、まあ、一応のリスクとして存在しています。
リスクが全くゼロですということは、おそらくマリオンです。可能だと思います。あとはですね、担保選定ミスというのがあります。担保選定ミスというのは、どういうことかというと、ここにも説明しましたけど、まあ、今回の場合は、代を貸し出してるわけです。代を貸してるってことは、反対には代を借りてるっていうやつがいるわけですね。その人から、金利 3.2% ぐらい、3% ぐらいをもらってるわけなので、借りてる人がいるわけです。ここのプールから借りてる人が。ここの借りてる人は、じゃあ借り逃げしないんですかというと、一応借り逃げする心配は一応ありません。なぜかというと、担保を拠出しているからです。私は今、2万円、202ドルの代を貸しましたけど、一応担保を取っているということになります。コンパウンドプロトコルとして担保を取っています。で、もしコンパウンドプロトコルが、認める担保の、仮想通貨ですね、が、まあ、変な、なんでしょう、詐欺コインとか、価値が保たれないような、トークンも担保としてコンパウンドプロトコルが認めていた場合、そのようなですね、まあ、すぐいつゴミになるかわからないようなものを担保に大切な大切な代を貸し出しているわけなので、そういった場合は、そこの担保の価値が急に暴落して、もうか、代を借り出したの。もう、返さなくていいよと。代を貸さないと担保戻ってこないわけですけど、もう担保、そんなゴミのような担保はいらないからもう代は返さないよというような人が増える可能性がありますので、コンパウンドプロトコルがどんなものを担保として認めているのかというのを、しっかりとチェックしておくというのは大事ですので、考えてみてくださいと。コンパウンドプロトコルが詐欺的なトークンの担保として認めて、運営しているぞと、運営というかね、そういうシステムにしているぞというふうなことが分かった場合は、すぐにコンパウンドから逃げるということも必要かもしれません。あとはですね、まあ、ディファイレンディングに限らないですけど、取り付け騒ぎというのはありますね。コンパウンドプールがまあありますけど、たくさんの人が代を借りていきましたと。で、たくさん今、代を借りているので、多くの人が急にですね、代を引き出しますというふうに、なった場合、引き出せるだけの代がプールにまだまだ残っていないという場合があります。なのでそういった時は今は引き出せませんから申し訳ございませんというふうにコンパウンドに言われるわけですね。なので、代を借りた人が返済してプールの中がもっと満たされるまで待ってくださいよと。新しい貸し手が現れてプールの、中身がね、増えていくまで待ってくださいよという場合もあり得ます。銀行口座もそうですね。みんな全員が一斉に銀行から、お金を現金を引き出させてくださいっていうふうに一斉になった場合は、銀行にはそのお金が残ってませんから、引き出せませんということが起こります。で、DeFi でも、まあ、それはより起こりやすいので、それだけはちょっと注意してください。で、DeFi レンディングのよくある質問を、最後まとめて、見ていきましょう。金利ですね、どうやって決まるんですかと、さっき、2.何%とか、合計 3.4% ですかね、というのがありましたけど、まあ、どうやって決まってるのかというと、答えとしてはこれですね。まあ、貸し出せ額と借り入れ額のバランスです。はい。まあ、貸したい人の総額、世界中で僕を含めて代を貸したいですという人が世界中に存在します。その人たちの貸したいという代の総額に比べて、借りたいです。代を借りたいですという人の総額が多くなれば多くなるほど金利が上がります。つまり、代を借りたいですという人がたくさんたくさんたくさん現れると、高い金利を払ってでも代を借りたいですというふうになってくるわけなので、代を貸し付けた時の金利を高く取ることができます。で、もしも逆なら借りたいという人があまりいないんだったら、金利を払うよという人もいないわけなので、僕らが得られる金利も当然少なくなりますね。はい。まあ、こういった、需要と供給ですね。貸し出しと借り入れの需要と供給の、変化によって、日々変動していくというのが、コンパウンドプロトコル。もう他の多くのディファイレンディングそうですけれども、まあ、そういった仕組みになっています。まあ、つまりですね、表示の金利、先ほど 3.4% とか、台だけでね、2.7% っていうふうにありましたけど、これって刻一刻と変化していくので、これがずっと1年間続くわけではないというのを、注意しておいてください。あくまで例えば台の貸し出し金利が 5% っていうふうに出てた場合は、この調子が1年続けば、この貸し出しと借り入れの需要と供給の関係が1年間続けば 5% の金利になるでしょう。そのペースで、現在金利が増えていくからね、というだけの意味なので、100万円貸したからといって、1年後に必ず105万円になるとは限りません。ということです。例えばだから、そうですね、急にですね、明日に、代をものすごく、何百億円分貸しますという人が出た場合、急に供給が増えるわけなので、金利は明日見たときにかなり下がっていると、いうことになるので、注意してくださいね。はい、で、その金利は刻一刻と、まあ、本当に数十秒ずつとか、まあ、1分ずつとか、そういったところでじわ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 、
微妙に増えているという状況なので、まあ、毎日チェックするのもいいでしょう。あとはですね、誰が何のために仮想通貨借りてるのですかと、まあ、僕らが代を貸して金利を稼ぎたいというのはわかりますけど、じゃあ、借りてる人は何のために借りてるのですかというふうに疑問に思う人がいます。で、一番わかりやすい例は、例えばですね、仮想通貨を借りて、それを法定通貨に変えてですね、お店の開業資金にしたりとか、企業資金にしたりとか、車や家を買いたいなっていう人って、まあ、結構いるんですよね。イーサーとかたくさん持ってたら、それを切り崩して、売却して、車家を買うというよりかは、それを担保に借り入れにして、買いたいなという人も、いますので、まあ、そういう人は、DeFi レンディングを使って代を借りてくれるでしょうという。まあ、一番わかりやすい例がそれでしたけど、まあ、実際一番多い例というのは、そうですね、ショートするときですね。トレーダーです。価格が下がるだろうって思う仮想通貨を借りて売却するんですね。そうすると、値下がり後に実際に価格が下がったときに、買い戻すときの資金が少なく済みますから、そうやって利益を出すということですね。まあ、トレードに馴染みがある人は、まあ、簡単にわかると思います。つまり、ショートするということですね。で、DeFi の中ではですね、やっぱりドル建てでロングしたりショートするという人が多いので、一番多いのはステーブルコインを借りて、それを売却してイーサーに変えてしまうとかっていう人が結構多いですね。まあドルをショートした、まあつまりイーサーのロング、仮想通貨のロングをしたという人たちがいますので、そういう人たちは高い金利を払ってでも代を借りたいですという人たちが多いので、僕らが代を貸した時に金利が稼げるということになります。ということで、基本的には注意事項をまあお話をしましたので、あとはですね、まあそういった注意事項とか、あとはガス代ですね。イーサリアムっていうのはまあ本当に一番まあ間違いないような、DeFi プラットフォームなんですけど、その分ですね、結構、高いです。ガス代が高いです。先ほど、やりましたけど、まあ、1000円とか2000円ぐらいですかね。1000円弱とかな、少なくとも、まあ、かかってしまいますので、今日やったような202ドルとか、202台とかの、そういうちっぽけな額の運用だと、ガス代負けをしてしまって完全に損なので、まあおすすめとしては、まあできたらですね、数千万円とか数百万円とか、できればまあ一番いいですけれども、まあなるべく、まあガス代がね、小さな割合になるぐらいの金額、まとまった金額を使うことをお勧めしますし、もしそれが気になるようでしたら、イーサリアム以外のですね、チェーン、まあそこは、セキュリティだとかいろんな部分で、まあトレードオフはありますけれども、そういったところを、考慮してもいいでしょう。ということですね。こちらにあるように、まあ、レンディングプロトコルだけでも、今日はコンパウンドでやりましたけど、同じようなアーベというところもありますし、そうすると金利がちょっと違うところに出たりがするので、そういったところも調べながら、まあ、いろんなものを使っているというのもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、基本的には、簡単な説明を終わりますので、まあ、これを参考にしながら、DeFi での運用を、まあ、既存金融での運用と、の加えた選択肢として、検討してもらって実際使ってもらえればなと思っています。ありがとうございました。はい、ホーリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日は DeFi レンディングについて解説していただきました。ためになったという方はぜひチャンネル登録や、高評価をお願いします。ホーリーさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。